はい、というわけで今回はね、コーンポタージュ味ですね。うまい棒、久しぶりに、買いました。うまい棒のコーンポタージュ味です。いただきたいと思いますね。うん、昔から変わんねえな、この味。ほんと昔から変わんないでね、正直言って今きついんですよ。うまい棒のだけで販売したらもうかんないんですね。昔は 5% から始まり 8% になってね、で今 10% でしょ。だから正直うまい棒どうなのかなと思ったんだけど、10円で買えたんですよ。だからそこはやっぱり子供たちにあくまでもこう優しいところをこう取っていくっていう姿勢はやっぱすごいですよね。消費税が 10% になったのに10円でいいですみたいなね。本来だったら、いや10円プラスちょっと消費税がどうしても 10% かかってくるんで20円ですってなっちゃうかもしれないんだけど、10円で通してるのね。だからある意味うまい棒なんか大変ですよ。うまい棒だけで売ってたら利益にはならないですね。だってほぼ 10% ですから、ほぼ全部取られちゃいますからね。だからそこに材料費とかそういったものがなくて、もう消費税だけでボサって取られるから、まあ本当この前は大変だと思う。でもじゃあなんでそんな価格が安くて多くの子供たちにそれだけ提供できるかって言ったら、要するにこのうまい棒だけを作ってるわけじゃなくて、他のお菓子なんかで利益を上げてるからですね。ですから、こういうことが実現できるってことですね。でここにね、まろやかで美味しいぞって書いてありますけど、ちょっと悪意があるよね、こういう絵はね。悪意があるよ、このキャラクターね。だってすごいじゃん、鍋の上にさ、トウモロコシがさ、使っててさ、美味しいよって言ってるね。ってことは、自分の赤を子供たちに食べさせてるってことじゃないですか、みたいなね。トウモロコシの赤を子供たちに美味しいよって言って、すごいよね、すごい商売だよな、みたいなね。なんかこのドラえもんみたいなさ、やつすごい商売、悪い商売してんなみたいなね、数々の子供たちにね、自分のこのキャラクターたちの赤をね、お風呂に入った赤を人に食べさせるとはなんということじゃみたいなね、ある意味問題点があるかなと思いますけどね。でもまあなかなかこの、いいよ。味わいです。このコーンの味がザーッとこう染み込んでてね。なかなかの。味わいがあります。でもなかなかのね。昔からこれ変わんないんだけど、こうサクサクとしてて。コーンの味が効いてて。いいなという感じです。どうもありがとうございました。